元の信号圧縮後の信号を。つまりこの形で送信される。コンパンディングは電気通信、信号処理、熱力学においてダイナミックレンジが制限された通信路の有害な効果を和らげる方法である。コンパンションとも、名称は圧縮と身長を組み合わせたか番号。ここで言う圧縮や身長はダイナミックレンジの圧縮、身長であって、 データ圧縮とは異なる。録音で使う圧縮や、それに類するものは、可変理特増幅機と局所線形プロセスに依存している。従って、コンパンディングは非線形であり、どの時点でも同じ方法で行われる。信号のダイナミックレンジは、転送前に圧縮され、受信機で元の値に新調される。これを行う、電子回路をコンパンダと呼び、 音声のようなアナログ電子信号のダイナミックレンジを圧縮または伸長する。一つの派生として前段に対数増幅器があり、中段に可変利得増幅器、後段に指数増幅器を置く3段の増幅器がある。コンパンダはコンサートなどの音響システムで使われたり、DBX やドルビー NR などのノイズリダクションシステムで使われる。コンパンディングは 利得は減少するが信号レベルはある。敷地を超えるようにする。圧縮と、その逆で利得は減少するが信号レベルはある。敷地より下になるようにする。身長を指すこともある。コンパンディングはプロ用のワイヤレスマイクで、マイクロフォンのダイナミックレンジを改善するために、使われている。コンパンディングを使うことで、大きなダイナミックレンジを持つ信号を、 小さいダイナミックレンジを持つ信号しか転送できない、機器や回線で転送できる。コンパンディングは、受信機でのノイズやローアレベルを低減する。ただし、転送先においても、完全に元の波形が保たれるわけではなく、コンパンダへの入力信号の振幅に依存して、ノイズが大きくなる、ブリージング雑音を生じる恐れがある。コンパンデーエングは、 デジタルや電話システムでも使われている。アナログデジタル変換回路に信号を入力する。前に圧縮し、デジタルアナログ変換回路の出力を新調する。これは、デジタル電話モードで、a ローまたは、ミューローコンパンディングを使った、非線形 ADC を使用しているのと等価である。また、デジタル音声ファイルフォーマットでも、低ビットレートで、SN 比を改善する方法として、 同様の手法が使われている。例えば、線形符号化された16ビット PCM 信号を8ビット WAV や AU ファイルに変換する際、8ビットに変換する前に圧縮を行って SN 比を改善し、16ビットに戻した後で、新調する。これは事実上の非可逆音声圧縮である。 アナログの画像転送システムでのコンパンディングは、1928年、AT&T の AB クラークが特許を取得している。電気回路で画像を転送するとき、この手段は転送する画像を、蓄字的な明るさの値の列とし、それを非線形な関係で電流に変換して送り、受け取る側はそれを反対の非線形の関係で、光の値に戻す。 A.B. クラークの特許の一部を日本語訳1942年、クラークとそのチームは、シグソリーというセキュア音声転送システムを完成させた。これは、コンパンディングを使った、世界初の PCM システムだった。1953年、B. スミスは非線形 DAC を使い、逆の非線形特性の ADC を使えば、デジタルコンパンディングシステムの設計を、 単純化できることを示した。1970年、H カネコは当時すでにデジタル電話技術として採用されていたセグメントコンパンディングポーの統一的な定式化を行った。ありがとうございます。